はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日はフェリーに乗って島に向かっちゃいたいと思います。それでは早速行っちゃいましょう。はい、ということでですね、今フェリー乗り場にやってきてるんですけれども、雪結構すごいんですけど、空がね結構晴れ始めてきてるんで、もうこれフェリー行けるんじゃないかなっていうことで、フェリー乗ってね島に動画撮っていきたいなということで、今回はフェリーの動画を撮っていきたいなというふうに思います。ということで早速フェリー乗り場行っちゃいたいと思います。フェリーのチケット売り場やってきました。なんか競馬場みたいな、中山競馬場みたいな感じです。ということでちょっとねフェリーのチケット買っていきたいと思います。ということでですね、無事チケットゲットしましたので出発時刻を待ちたいと思います。今改札みたいなところを通ってこれから乗船していきます。雪めっちゃ降ってるんですけど、なんとか船は動くみたいです。伝わるかわかんないんですけど、今雪めっちゃ降ってます。やばいです。今日はとにかくこう雪がやばいですね。雪めっちゃやばいんですけど、意外とこれでも船は出るらしいです。はい、ということで船に乗り込みました。船が動き始めたらできるだけ船の中にいてほしいということだったんで、今停泊中なんですけども、ね、港の風景っていうか全然海は見えないんですけど、とりあえず撮っておこうかなということで今船乗ってます。これからね航行中の船からの景色とかも撮っていければなというふうに思います。それでは一旦船室の方戻っていきたいと思います。この先に甲板があって甲板に出られるはずだったんですけど、今日はもう海上がすごいしけなんで甲板には出られないということなんでね、出発の際にはこの、まあ、ガラス越しになっちゃうんですけど、ガラス越しに出航のシーンを撮っていければなというふうに思います。もうマジでね、もう雪がすごくて全然もう見えない感じですね。で、波も結構すごいんです。今これ、ね、画面だと伝わらないと思うんですけど、船めっちゃ揺れてる感じです。ということでもう吹雪で、こんなんで本当船出るんだって感じなんですけど、船出るみたいなんで、はい、出発を待ちたいと思います。はい、ということで無事に船出発しました。カモメとかもいたりしますね。風に抗ってめっちゃ頑張って飛んでます。ということでこれから島に向かって2時間半ぐらいですかね、船の旅が始まります。とりあえずですね、この新潟港さようならという感じで新潟港に別れを告げて、カモメが頑張って飛んでる。めちゃくちゃ寒いので、もう少しだけこれ撮ったらね、船のお部屋の方に帰っていきたいと思います。いやもう全然見えないですね。もうやばいんです。もう結構雪降ってて、これ本当大丈夫みたいな、緊急の場合は救命救急に来てくださいみたいな感じなんですけど、この海放り出されたら本当タイタニック状態ですよね。もうめちゃくちゃ寒そうだなっていう感じなんですが、まあ今のとこ無事にね航行してますんで、島に向かって行きたいと思います。ということでね、結構マジで寒いんで、そろそろ部屋の方戻っていきたいと思います。なんかねさっきまで雪やばかったんですけど、なんか空が晴れ始めて港が結構くっきり見えます。港こんな感じです。なんかいい感じですね、港。はい、港こんな感じで晴れてきたんで、島でいい動画撮りたいと思います。はい、こちらは工場地帯なんですかね、なんかいい感じの雰囲気が出てます。いやーなんか船旅楽しいですね。めちゃくちゃ揺れてるんで、なんか船酔い今日はめっちゃ気をつけてくださいみたいな、なんかしけなんでね船めっちゃ揺れてるんですよ。なので船酔いには気をつけながら、はい、楽しい船旅を送りつつも、島に着いたらまたいい感じの動画をね撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、海が大しけということで、マジで波めっちゃやばいです。これ G がすごい、 G がすごいんですよ。これなんか伝わるかわからないんですけど、めっちゃ揺れてる。そして波がめっちゃやばいということでね、ちょっと波だけ撮っていきたいと思います。はい、ということでね、あーすごいすごい揺れてます。もうマジでね船酔いしちゃいそうなんで、そろそろ部屋の方帰っていきたいと思います。マジで波やばいです。はい、ということでね、島が見えてきました。もうすぐ到着です。島に上陸していっちゃいたいと思います。はい、無事島着きました。めっちゃ雪降ってますということでですね、島に降り立ったら最後エンディングを撮っていきたいと思います。ということでですね、無事島に到着いたしました。あちらのね船でこの島にやってきたんですけど、まあ、今回はこの海が大しけということで、もう全然甲板とかに出れずに甲板からの景色とかお見せできなかったので、またぜひね
夏とかに、やってきて、その甲板からの景色とかもお見せできればなというふうに思うんですけれども、今回のフェリー船の旅の動画は以上とさせていただきたいと思います。でも本当にマジ雪めっちゃすごくて、本当雪国だなって感じなんですけれども、この島の方の散策もね、もうなんかちょっといろいろスケジュールを移っちゃって、もう多分20分ぐらいしか入れないんですけど、20分ぐらいで急いでちょっとね島を回ってみたいなというふうに思います。回ってみたいなというか、多分もう雪しかないと思うんですけど、行ってみたいなと思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。